作業前、作業後の庭の変化とご紹介したいと思っております。石だけが露出している形になってますけど、今までちょっと歩くのにぶつかったり障害が広いスペースにしたい、ロックガーデン風に変えていこうかなと思ってます。ポケットが開くんで、あった地広いないねよ、差し込んであるもので全部構成していこうと、うまくまとまったかなと。おはようございます、今回はですね、ガーデンリメイクという形で、初回は撮ったんですけども、作業中はちょっと撮れなくて、まあ、今回は、お庭紹介ということで、ビフォーアフターという感じで、作業前作業後の庭の変化という形で一応ご紹介したいと思っております。はい、ビフォーからですね、結構変わったと思います。お客様の要望っていうのができるだけ改善したと思います。はい、よろしくお願いいたします。今日はですね、ガーデンリメイクということで、まあ、この現場に来ました。はい、よろしくお願いいたします。ここはどういった内容なんですか？ですね、やはり前は石だけで径を作られた庭なんで、あまりにも、まあ、形跡が多いという形で、それをちょっと処分したり、で組み直して、まあ、ある程度広いスペースを確保したいというご希望でございます。まあ、ちょっとこの石を利用しながら、まあ、植物が小さな植物が好きなんで、ロックガーデン風に庭をちょっと変えていこうかなと思ってます。はい、今はもう全くないんですけど、今までは和風の木が植わってたんですけども、木は全部切ってしまったという形の状態で、ただ今石だけが露出している形になってますけど、以前は結構和の雰囲気を保った形の庭だったと思いますけども、はい、じゃあその名残で石がいっぱい置いてあるんですね。そうなんです、はい。ここは今、地下車の中になってるんですけど、この木は、の部分を、にロックガーデン風に石を積み上げた形、また正面に置いても積み上げた形で、径を作っていきたいと思っております。これと、1番目と2番目向こうにあるやつは動かさないで、あれはそのまま生かしていこうと思ってます。はい。じゃあもう大きい2つ以外はほとんど動かしちゃうって感じですか？動かすんですね、全部。はい、こちらと正面に固めて、それからあとこちらの隣との塀にできるだけ寄せるという形で、ここはもうアプローチ、それからこの面積はもう平らで広いスペースにしたいと。今までちょっと歩くのにぶつかったりないないといろいろと障害が、石はできるだけ使うんですけども、
余分なやつは一応撤去っつこっちからもう、まあ、それを処分するんじゃなくしてもう違った他の現場で使っていけたら使っていこうかなと思ってます。必要とするお客様においては図面の中に入れていこうかなと思っております。はい、じゃあ他の石を必要とされている現場に移動するような感じですか。そうですね、はい。全部が石になってしまった、まあ、植物があった時にはそれなりの形にの雰囲気には出てたと思うんですけど、もう樹木がなくなっちゃうとちょっと石だけのゴツゴツ感だけが出ておりまして、本来だけどお客様自体もあの植物が好きなんで、私は今度はロックガーデンという形で植物を楽しんでもらおうかなと思っております。はい、まあ、以前あの施工前は石堤という形で数々の石が、まあ、点在してある、とにかくお客さんの要望として広々とした形に、まあ、それに対して我々はどうしたらいいかということであるもので、全部構成していこうという考え方で、ここにあった石で何積み で植物も結構地比類を植えてありましたから、それをポケットに入れてロックガーデン風の雰囲気に一応向こうに際に固めました。であとはもうほとんどこのような形で固めにして、今まで飛び石と使われてたやつを型とした形に、で立ち水線の周りもちょっと石とかなんかあったんですけども、こうもうスペース的にちょっとワンポイント立ち上げをしてステージっぽいような仕上げにこちらの方にしました。で、グランドの種類は全部エゴグローブです。まあ、ちょっと水はけの問題ないないがあるので、全部浸透するっていう形のグランドの仕上げにしております。どうしてもね、エコグローブだけだとベタっとなっちゃうんで、柄をだいたい入れたものはエコグローブ自体も引き立ってくるかなという感じもあります。だいぶ広く感じますね。そうですね、これだと、まあ、あのお話でお客さん、お孫さんが来ても今まで石でつまずいたりな、ここだとある程度遊べる空間にはなったと思います。だけどやはり土がですね、2トン車で3台か4台ぐらいですかね、排出しました。ここまで土が一応持ってあったんです。でこれもここまでですね、うん、だから
今までそうですね、この盤の高さでここまで迫ってたわけです。ここ大きい石はこの最初からですね、一石二石これはもう動かさないで、基本的にちょうどうまい具合のところにあった。これを浮かした形でこっちを全部組んでいったっていうことですね。野面積みっていうよりももう乱形ではめ込んでいって、あらポケットが開くんで、そこにはもう全部あった地比類玉流ないねよ差し込んで。こういうのはその石を積むときに植物植えるスペースを空けてるのか、それともたまたま空いたスペースに入れていく、その部分もあるし、最初から目的として開けるという形でやる場合もありますし、まあ、どっちもあれですよね。石の組み合わせだけでやってるんで、どうしても一時は土に流れますけど、そのうち収まるかなと思ってますけど。植物が根付いたらそういった土も流れたりしなくなるってことですね。はい、まああとレトロビウムも高かったんだけど、ちょっと少し抑えて、で管理しやすいし、これだったらで自分でつまめる程度の高さこうしとけば、いつでもハサミあればつまめるんで。これ石とかってこう崩れたりはしないもんなんですか？いや、それがやっぱり乱積みの崩れない、まあ向こうに石の重みと、だからまあ手前には一番下の方は大きいやつでドンと重量を置いた形で、空いた空間に置いて石をはめていく。でこっちのこれで、ね、前には全然、だからこういう形です。置くだけじゃなくて、こう差し込んだ石と石の間に差し込んで、こっちでもう一切これ裏込みしてないんで、モルタルつけてないんで、モルタル使ってなくても全然大丈夫ってことなんですか？もう重みとこんだけのあれがあれば、まあ上の小さいやつはね、こう引っ張れば取れるものはありますけど、こうやってこっち側に置いての重量は完璧だと思います。はい、昔の構成は石積みで、そこの築山してあって、そこに植物が生えてて、で渡り、ここが渡りだけの空間で、まあ結構に見る庭という自然美というか、そういう景観を入れた空間になってて、まあ玄関までのアプローチと、こっちに行く飛び石だけのアプローチがない空間であったんで、ね、寝かぶを見たら結構の高木にはなってたと思います。だからまあ日陰にも家に日が差し込まなかったっていうのもあったんじゃないですかね。結構迫って植わってましたから、じゃあ今回はその見る庭から活用できる庭にしたっていうような感じですか？そうですね、活用、まあ生活においてちょっと不便を期した、まあ歩くことにおいてもつまずく、植物楽しむにもちょっと大変だった状態を、今は植栽する部分を分けた形で空間ができましたから、生活しにくい部分がこう改善されたということにおいては、お客様は喜んでいただいていると思います。金井さん、以前の動画でもおっしゃってましたけど、やっぱり植栽地ははっきり分けた方が使いやすいって感じですか？今のね、時代あれは、まあ、生活様式が変わった部分もありますし、ちょっとやっぱり植物だけの世界になると、やっぱそれに対しての管理でも気を使うということもなってきますし、同じ考え方でも、まあ我々は石も邪魔ですけども、それをいかにどうやって活用して利用していくかっていうのが、やっぱりこの石は、ね、お客様購入してあった石ですから、できるだけそれを利用した形で
お客様の意向に沿った形の構成していくっていうことを考えてますから、まあ全部一気に石も出して土も出しちゃえばもっと広い空間になったかも分かりませんけども、まあ我々としてはできるだけあるものを利用した形で構成していくというあの形で仕事やってますから、その部分でこううまくまとまったかなとは思いますけど、はい、あのガーデンリメイクというのは大体私は基本的にはブリコラージュという考え方で、あるものである形のものを作っていくと、お客さんにとってはちょっと邪魔な石を、まあ、邪魔じゃなくなった軽の石として使っていった、まあ、一つの例としてご覧いただければと思っております。はい、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。